はいどうもバタデン2100です。今回は中古のプラレールを買ったので紹介します。今回はこちら、はい、N700系交尾車と E231系交尾車、なんつー組み合わせだった話ですけどね。これおかしいでしょ、このね、新幹線と通勤電車の後ろって。でまあこれは216円でした。ホビーオフで216円。まあね、でもね、欲しかったのはこっちのあれです、あの E231系の交尾車で、こっちはいらないです正直。でもまあこれどうしても必要だったんでまあ買ったんですけど、ちょっとねこれはいらねえわ。まあ中身は普通の E231系と N700系です。じゃあ開けますか。はい、じゃあまずはこっち N700系交尾車。これは何についてですかな。 N1 編成だけ、多分N700系ベーシックセットについていたやつかな。いらねえなこれ、どうしよう。あのもう一個なんだっけ、みずほさくらがのやつのテコロジー買った時余った交尾車もあるんですけど、ここね、この屋根がこうなってるんで、あの切りつないであの中間車とかできないんですよね。もうほんとこれ困ったな。まあ本当に使い道ないと思うので、まあいつかは売るかな。多分ホビーオフにまた売り返すと思います、他のと一緒にね。はい、こんな感じ。はい、次交尾車、あの E231 の交尾車、これはちょっとね必要だったんで買いました。これね、顔面がね、あの前E231系湘南新宿ラインのあの帯張り替えた分作った時にあの連結器の穴開けたんですけど、結局連結器使う必要がないって判断して、まあでも戻せ、もう切っちゃったものは戻せないんで、またこれで作ります。まあ正直車体はいらないんですけどね、ほんとこの顔面だけのために216円払ったみたいなもんなんで、ほんとどうかしちゃってるよほんと。はい、普通の E231系。はい、今回はこちらの N700系交尾車と E231系交尾車の2両を開封しました。それではさようなら。